どうもこんにちは、水素村の下っ端住人山本です。燃料電池自動車には興味があるけど、さまざまな理由で燃料電池自動車を購入するのはちょっとなんて考えている人も少なくないと思います。本当のところどうなんでしょう。というわけで、まだまだ多くはありませんが、徐々に増えてきている水素ステーションについて紹介したいと思います。千住水素ステーション。千住水素ステーションは東京都荒川区南千住にある水素ステーションです。営業日は月曜から金曜で、土曜と日曜は休業です。営業時間は12時半から17時半です。来店時には予約が必要で、かつステーションが東京ガス事務所内にあるため、入構時には手続きが必要です。事業者は東京ガス株式会社です。このステーションでは、都市ガス回出の水素発生装置により水素を供給するオンサイト方式です。もともとは2003年から2015年まで実証実験で使われてきましたが、2016年に一般商用の水素ステーションに転用しました。燃料電池自動車へ充填するだけではなく、他の水素ステーションへ出荷することも可能です。水素ステーションの運営者として、カーボンゼロ、水素社会の実現、 SDGs の実現、何よりも水素ステーションについてもっと知ってもらえたらと思います。高評価とチャンネル登録もお願いします。